愛知県立刈谷高等学校は愛知県刈谷市こと飛吹町に所在する県立高等学校。略称は刈高。1919年に設立された愛知県立第八中学校を前身とし、100年以上の歴史を有する。東京帝国大学卒の初代校長、ハブ・タ氏はイートンに学べ、東洋のイートンタレと英国の名門パブリックスクールである。 イートン校をモデルとした学校運営を行った。このため、野球を禁じて、サッカーとマラソンを小技とし、生徒用の寄宿舎が同校の敷地内に整備された。1988年以来、イートン校と正式に交換留学を行っている、大学入試センター試験の会場に利用されることがある。リア高校の生徒全員が参加する、学校祭がリ高祭りである。 三年一組二年一組一年一組で一組団三年二組二年二組一年二組で二組団という具合に学年を組番ごとに縦割り団を形成しその団同士の成績で優劣を競い合う各団はそれぞれテーマになる色とモチーフを決め団の名前も考える仮高祭りは合唱祭文化祭体育祭の三つに分けられ 3日間にわたって行われる。生徒は工述する応援団、合唱団、デコレーション、クラス展示をそれぞれ一つ選択し、指定された期間にて、その練習、作業に取り組む。このように、狩りやの設備を活用して、狩り高祭りは行われる。なお体育祭は、校舎が新しくなる以前は、校庭にて観客席の台を設置して行われていたが、 2015年頃に校舎が新しくなる際にプレハブ校舎が校庭に設置されたことを機に仮足総合運動公園で行われるようになった。また、合唱や応援合戦の様子を収録した DVD が毎年発行されている。生徒が選択する応援団、合唱団、デコレーション、クラス展示について説明する。2019年に イートン校の生徒と交流会を行った。2020年3月において、国公立大学合格者は、計283名であった。東京大学7名、京都大学13名、名古屋大学は56名、旧定一校の合計は、計106名であった。2016年3月において、この年の国公立大学合格者数は、計247名であった。 東京大学13名、京都大学17名、地元の名古屋大学は107名であった。一方、私立大学合格者数は2014年3月において、計512名であった。慶応義塾大学10名、早稲田大学26名、地元の名無山大学は137名であった。ありがとうございます。